に雨が降りました。後から後から降ってきて、ちょろちょろ小川ができました。いたずら熊の子かけてきて、そっと覗いてみてました。魚がいるかと見てました。何にもいないと熊の子はお水を一口飲みました。おててですくって飲みました。それでもどこかにいるようで、もう一度覗いてみてました。まちまち見てました。なかなか止まない雨でした。傘でもかぶっていましょう。